姉ちゃんの秘密全部教えちゃう。マスターがお祝いにクレープを焼いてくれたよ。普通でも弟くんを思って食べれば何でも絶品だよ。頭突きとお姉ちゃんパワー、どんな困難も破壊しちゃう。弟くん欠乏症が続くとまた分裂しそうになっちゃうの。ナイフが便利かな。もちろん弟くんは脳幹だよね。そしたら弟くんがお兄ちゃんになっちゃうね。呼ぶ練習しておかなきゃ。お兄ちゃん、エリコちゃん、お姉ちゃんの監視付きだけどね。もっと強いお姉ちゃん、そうお姉チャンピオンになる。その滅亡を阻止するよ。弟くんは私が守るんだから。弟くんがいてくれればただそれだけでいいの。だから今日はたーくさんなでなでとぎゅーしたいな。弟くん大好きだよ。ずっと一緒にいてね。の気持ちを込めてね。で、お邪魔じゃなければいいんだけど。そんなことないよ。ありがとうね、マスター、ミノちゃん。弟くんにはこの後たっぷりと付き合ってもらうから大丈夫だよ。ね。お姉ちゃん、誕生日だからってずるいですよ。よし、なかなかうまく描けたよ。でも弟くんへの愛を表すにはまだちょっと足りなかったかな。そういうのは今はいいですから。でもお姉ちゃん美人で頭よくて強いのに絵まで上手いんですね。まさに文句上等ってやつですよ。それを言うなら文武両道だね、リノちゃん。でもまあマスターとして私も鼻が高いよなんてね。あ、もう二人とも褒めても弟子以外には何も出ないよ。弟くんからの愛が詰まったケーキ、お姉ちゃんのためだけのプレゼント、嬉しくてたまらないよ。ありがとうね、弟くん。二人きりの誕生日か、なんだか胸がドキドキしてきちゃった。これから何しよっか。今日はお姉ちゃんの誕生日だから何でもお願い聞いてくれるよね。一日中弟くんを独り占め。まずは一緒にケーキを切り分けよ。さあ一緒に剣を持って、お姉ちゃんと弟くんの愛の共同作業だよ。その後はあーんして食べさせてあげる。弟くんに呼び出されちゃうなんて胸がドキドキしちゃうな。弟くんたらもしかしてお姉ちゃんに甘えたくなっちゃったのかな。やっぱりお姉ちゃんがいないとダメなんだから。あ、弟くん、お待ちかねのお姉ちゃんだぞ。今日は何の用かな。
呼んでみただけでも全然いいんだけど、弟くんのお願いならお姉ちゃん何でも聞いて。お姉ちゃんの誕生日？お姉ちゃんをお祝いするために？顔してどうしたの？弟くん。お姉ちゃんは弟くんのお姉ちゃんだよ。生まれたその時からずーっとね。弟くんありがとう。お姉ちゃんとっても嬉しかったよ。これからも優しい弟くんのお姉ちゃんでいさせてね。